バーニャカウダーです。食べるね、ミートソース食べる、食べるね、一個その細い体で大丈夫。このバーニャカウダーね、超うまいですよね。メニューは浜に家があったんですよ、アトリテルで。何でしたっけこれ、ほぐしローストチキンサラダ当たり前ですか。平成5年に見えないまあでも、でもいいじゃないですか、このオリーブがアクセントっていう、そうなんですことですね。ちゃんとそれローストチキンも一回炙ってるんで、ですよね。長澤さんの作るサラダ何でもうまいですね。いやいや、そんなことないです。そうっすか。チーズイクミーボールハンバーグ、おー湯気が、いやもうどうすか、ハンバーグを超えてますねこれいやこれはうまいへえ、それ網油っていうのにくるんで、あなるほど、それでちょっと焼くのに時間はかかるんですけど、その分だからこう肉汁が出ない。うん、いやこれうめえな、ビーフシチュー。うまいです、うん、うまい。いやその鶏の塩加減が本当一番なんかですよね、怖いんですよね、うん、お肉って結構塩いっぱい入らないと味がつかない。ああちょうどいいですよ。ちょっと間違えるとしょっぱいってなっちゃうんですよね。塩効いてないと。ああ懐かしい、カレーライスです。黒カレーですねこれ。そうなんですよ、黒く仕上げてみました。ああうまい。あカレーというかなんか、へえ、結構でもカレー粉も、はいはいはい。ということでね、三浦海岸駅にあるもう何回目だろうって感じですけど、ビストロナキータさんで、ちょっとご飯食べておりました。さあ今日からですねまた旅が始まりますと。まずね、静岡県の、ね、携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていませんか。ほんとこの間忘れちゃったからね、これ聞くたびに笑っちゃうんだけどね。菊川市 に行くんですけど、これはなぜ行くかというとですね、一応来年、赤羽フロンティアの公式をですね、まあここのとこね、このパターンおなじみなんですけど、なぜ東京でやらないという声もねあるはあるんですが、一応今度サイドワインダーさんに手伝ってもらって、静岡県のね菊川市というところでちょっと来年やろうじゃないかということで、今それが盛り上がってますんでね、それでちょっと場所をねちょっと見学に寄らさせていただくと。そしてまあそこからね、青空ハッスルさんでいいのか、弥生賞というねイベントがあるんですね。ベースエキシェンさんのね弥生ちゃん、の名前を使った賞ですね、
これに出店するんでね、ここに行くわけですね。でそっから、これが土曜日で、日曜日が、まあ、今回のメインです。これ、福井県のね大野市というところで神谷由衣さんがね、APS カップの、無料体験会を開いてくれるということで、それのお手伝いしに、あの機材持ってちょっと行くんですけどね、まあ、そんな日程になってるんですけど、だから金土日といろんなところに行く感じですかね。でまずは菊川市に行くんですけど、待ち合わせの場所がね夕方なんでね、そこまでまあ今ちょうどあれかな、もうすぐ金曜日になるとこかな、もう深夜0時ぐらいですね。まあちょっとね準備手間取っちゃってね、出店のまあほとんど寝てないんで、どっかで寝とかないとこれやばそうなんで、まあ、高速乗ってね、海老名辺りまで行けたらいいんだけど、そこら辺でちょっと仮眠取りながら菊川に行こうと思ってます。でねちょっとねいろいろね調べてきましたよ。まあちょっと今回ねホテル取ってんのが福井だけなんですよね。そこまでは車中泊とかね、サバイバルゲームフィールド泊ってやつ、まあ車の中で寝るんですけど、そこら辺なんで、そこに行くまでにちょっとスーパー銭湯ってやつでのんびりしようかななんて思ったりしております。まあそんなとこですね。でまずは静岡に向かってレッツゴーということで、今回もまた、まあこれなんでしょう、ブラリ APS カップの旅ってやつでしょうか、どこまでいっぺんに撮るのかな、また出かけたいと思います。くれぐれも安全運転で行きたいと思います。まだ死にたくないですからね。はい、ってことで行ってまいります。渋滞っすね。早速何キロ、2キロ進んだかなこれ。いやー、海老名でコーヒーだ、もうちょっと1個早くコーヒー買っときゃよかったな。海老名まであと8キロ、どこまで続くんでしょうか。とりあえず早くコーヒーが飲みたいですねこれ。いやー、しかし今回はやっぱちょっときついな、いろいろと。とりあえずまず頑張ってね、12時までに着けばあれですから、なんだスーパー銭湯は待ってますからね。あと185キロだからいいんだけど、3時半に着くんだよな、あと2時間半。まあこの時間についてもね風呂やってないんでね。海老名、足柄で寝るという手もあるんですねこれね。まあ、とりあえずちょっと、なんとか寝ないで当たり前ですけど向かいたいと思います。富士川サービスエリアまでやってまいりました。現在時間はもう5時ですね。なんかちょっと通行止めとかなんか不気味な文字が見えたんで、ちょっと確認したいっすね。まずトイレ入ろう。うわ、やっぱ通行止めだわ。いうことは戻って、これをここでこっちに行けばいいのか。新東名だ。新東名、新東名に出て行くしかないっすねこれね。やっぱ新東名で来ればよかったんだな。そうですか。あれ、これ逆だな。これで清水ジャンクション違うと。ああそうっすね。それでどこだ今度、こっちから。ああこれでいいんだな。これで掛川に戻れると。ぐるっと回るようになるでしょうこれ。
降りるの、あれこれ新東名だな。まあいいや、ちょっと道を確認してから行きましょうね。まあ、通行止めがあるんでね、そこをどうするかなんですね。一回下降りますか。下降りてから行きましょうね。たまにはこういうのもありですね。まあ、今日は時間がたっぷりなんでね、逆にね、下道を通って行きたいと思います。でこうやって画面で見るとすごい明るく見えますね。そこまで明るくないんですけどね。さあ新兵器投入、枕ですよ。前持ってたんだけどね、前のなくなっちゃったんだよね。これでだいぶ楽になんじゃないかと思うんだけど、リクライニングできないからな。これ今日ね、車の中荷物いっぱいなんですよね。だからリクライニング倒せないんですよ。まあ、12時からスーパー銭湯始まるんですけど、それまでどうしようかっていう、まあ、6時、まだ6時で、おそらくもうね、そこのスーパー銭湯はね、あと1時間ぐらいで着きそうなんですよね。まあ、12時から銭湯入ってもあとどうすんだってとこもあるんですが、そうだ、爽やかなハンバーグね、食べたいですね、ぜひ。まあそんな感じで、なんだ、藤枝、とりあえずね、結局ね、あの下道通ろうかと思ったんですけど、ナビがね、こう行けというんで、そしたらなんかね、この先で降りていくといけるみたいでね、ちょうどよかったかもしれないですね。新東名です結局。はい、ということでちょっと寝とこうかと思います。すげえ吠えてんだ犬は。何時だ、だってまだそんな経ってないよな、多分7時24分また寝ます。もうお昼ですよ。道の駅掛川来ました。まあなんでここにいるんだかよくわからないですけど、とりあえず成り行きというか、こんなところに寄ってみましたよ。食べ過ぎましたね、明らかに。さてどうしようかなと。雨でもだいぶやってきたな。掛川城でもちょっとね行こうかなと思ってるんですが、まあ、とりあえずちょっとこの中見てみたいと思います。でお腹いっぱいと言っておきながら頼んでしまうという、思わず頼んでしまいました。これ自然薯とろろ丼ですよ。掛川茶がついて、掛川茶ね、こちらが掛川茶のうめえなお茶。まずお吸い物、お、へえ面白い、お吸い物。ちょっとね、甘いんですよ。これ初めてのもの。さあ、とろろ丼。どうなのかな、これ。うん、うまい。いやー、うまいです、やっぱり。ね、麦ご飯ですね。どうですかこれ、取りづらい。うん、いやー美味しいですねこれ。何ご飯になるんだかよく分かんないですけど、とにかく食べております。いやー美味しかったですね。雨止みましたね。掛川城でもちょっと行ってみますか、せっかくなんで。掛川城はね、徳川家康の居城だったところですよね。で、まあ、スーパー銭湯に入って商工会議所という感じでちょっと行ってみようかな。
ってて、今何時だ、もう12時ぐらいなんだっけかな、なんだかんだ言いながらですね。あーと明日晴れるといいですね。そんな感じで今道の駅掛川というところに来てみました。今ここでしょ、掛川城すぐそばだもんね。線で聞くかはここに行くんだよね。こんな感じになってますね。さあ掛川城やってまいりましたよ。何時だ今、なんだかんだ言ってこれ、あれ結構いい時間になっちゃうでね。これは多分大手門、大手門ってやつだと思うんですけど、大手門、大手門です。これ前ねももクロちゃん収録来たんだよ、掛川城って。なんか駄菓子屋でおでんがあるとこでおでん食べてたよね。ここはこんな感じだったんじゃない、水野屋。なんかここっぽいな、ここだ、ここここ、ここ来てたんだよ。でどこにあるの城、微妙に雨降ってきてんだけど、掛川城もしかしてここで降りちゃいけなかったのかな。まあなんか城っぽい建物はそのうち見えると思うんですが、多分こっちの方角だと思うんですけど、ちょっくらブラブラしてみましょう。どうせ時間はあるんでね。あったあった、あれでしょう。なんとも可愛らしい感じの天守閣ですね。へえ、あ、そっか、俺ここ一回来てんだな。時間で入れなかったんだよね、確か。そうだ、ここ来てるよ。来た来た。はい、ということでちょっと写真撮っとこうかな。また降ってきちゃったな、ね、傘持ってくるべきだったな、これ。四つ足門から入りましょう。これ重けがあ、ちょうど堀に水が入ってますね、これ。いいね、降ってきた、本格的に。二の丸美術館っていうのもあんだ。天守閣券売所、入場券販売、あった。前来た時時間で間に合わなかったんですよね。中行ってみましょう。いやー、完全に降ってきちゃった。やったな、これ。行かなきゃいけないなぁ。どこ行くんだ、これ、二の丸。掛川城御殿、まず天守閣行ってみましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。久しぶりだな、これ。城のこの階段を一段を登るの、あれは大野城以来だ、それこそ。はい、掛川城やっとこれだよ。ねえ、天守閣からは、なんだあの建物。いや、そういうことじゃないから中入ろう。よいしょ。どっから入るの、これ。これですか？よし、これですね。入ってみましょう。カステルなんだ、はい、すごい急ですね。あ、降りるとき怖いな。
とりあえず買い物行きましょうか。落ちてるよこれ置いているより落ちてる。こえよいしょ、ここ見てよ。この先にあるらしいんですが、本当にあるんでしょうか。
二の丸美術館、二の丸御殿あった。せっかくなんで見てみましょうかね。うわ、なんかすげえな。行列すごくないですかこれ。電池もつかな。どこにいんの大名。さっきの加工どこにいんだよ。白は作り物が、いやーなんだっけ、妻恋リゾート、妻恋リゾート綾の里、いい風呂でしたね。これホテルもあるし、これサイドワインダーさんってねよく行ってるところすぐそばなんですよね多分ね。まあちょっと2時間半くらいかな。携帯電話が接続できませんでした。ね、携帯忘れちゃったからね。2時間ねがっつり寝ましたよ。さて今度はね菊川の商工会議所にこれから行くんですね。来年公式練習会、うち主催をなぜかここでやるというところなんですが、そこの会場のちょっと下見にこれから行ってみたいと思います。さあ。ナビ合わせてそっち向かいましょう。ちょっとね時間があるんでね、菊川駅に来てみました。歩いていくのはかなりあるのかな。タクシー待ってますね。歩くのはちょっと きりそうに、多分 1. 何キロあるのかな。ちょっと後で調べてみますけど、商工会議所からここに来るときは、お小山優、ここ出身なんだ。懐かしい。頑張れ元気。
駅はこれ何どこなんだろう、どこというか何が通ってんのこの電車は。新幹線止まったりするの意外と。ちょっと見ていきましょうね。もしかして取れてなかった、もう一回言ってみよう。同じのが繰り返し入ったらごめんなさい。菊川駅ここですね。豊橋とか、静岡から近い。静岡から東海道線。新幹線だと静岡駅から行くんでしょうか。それとも掛川って通ってるのかな。東海道線の時刻表、まあ、イベントやるときは大体土曜日なんで、ハマースポーツとか電車は意外と走ってますね。こんなるとホッとしますよね。でも掛川は静岡方面。電車は頻繁に走ってるということになりますね。これね、交通の便はかなりいいですね。だからね、まあ問題駅からね、ちょっとどんな感じかというところでしょうかね。観光名所なんかいろいろあるんですね、やっぱね。すげえな、このなんか横地城、黒岳、菊川運動公園ってなんか聞いたことあるな。来てはいないよな、さすがに。ということで、じゃあちょっと商工会議所にまた戻ろうかな。一回ちょっとね、見てきたんですよね、実はね。まだ雨はちょっと降っておりますね。かなり大きい施設でしたから、すごい楽しみっす。じゃあちょっとまた行きましょう。やっぱね、2キロありますね。車だと5分。歩くとどうだろう。2キロってどんぐらいだっけ。昔は何分ぐらいって分かったもんだけどな。多分1時間かかりますね、歩くとね、おそらく。はい、じゃあこれから向かいます。もうちょっとこれ雨で見づらいですけど、このすぐ横がね、菊川インターなんですよ。で、多分こっからもう300m、菊川インターからだともう歩いてすぐですが、やっぱあの駅からだとね、多分2時間、1時間半、まあそんぐらいかかる。そうですね、車だと非常に便がいいですね。これ見えるかな。ここは商工会議所ってやつなんですよね。これが掛川市商工会館で、駐車場ね、すんごい広いんで多分問題ないと思いますね。さて、もう誰かまだいるのかな。あと10分ぐらいでね、サイドワインダーさんのね、川本さんとちょっと待ち合わせしてるんですよね。まだ中いますね、人ね。ちょっとこの中見せてもらうようになっております。雨止まないな、なかなか。これで横が11m で、縦多分13、4ありますよね。あ、全然問題ないですよ。はい、あの横幅で少なくとも2連ずつは組めるんで、はい、うまくいくと3連いけっかもって感じですね。あ、なるほど。トイレもありますし、ここもね、待機場所で使ってもいい。先ほどね、撮ったところでもあるんで、これは何の問題もないと思われます。はい、爽やかさんに来ましたよ。ハマっちゃってます、ここ。失礼します。こちらアイスコーヒー。はい、そうです。あ、適当に出てもらえば。はい、はい、季節の農園サラダですよ、これ。スープもうまいっすね。キノコだな、これ。玉ねぎソース、うまい。スプーンをもう一つ入れさせていただきます。すみません。ということでね、爽やかさんと言ったらハンバーグと。
で、これも頼んじゃいました。このビーフシチューにつけて、うまい。おい、ちょっといいか。いや、やっぱこれうめえな。これつけて食べると、しゃぶしゃぶ。ああ、最高。ビーフシチュー自体がね、非常に美味しいんですよ。ハンバーグね、塩コショウもうまいんですよね。川本さん、サイドワインダーの川本さんに教えてもらったんだけど、岩塩で食べてくださいって言われたら、本当にうまくてね。人気なの分かりますよね。ということで、さわやかさんにやってまいりました。さあ、とっくに着いておりますが、青空ハッスルさんの駐車場なのかな、ここ。ここで明日ね、物販をするということで。まあ、VIP ルームというのもあるらしいんですけど、私はちょっと車で寝るうまい方法を編み出してしまったんで、車の中で寝させていただこうと思います。明日の大体また6時ぐらいに起きるのかな。とりあえず寝ましょうということで到着しました。そうだね、大事なことを忘れてました。ここを本日のキャンプ地とするということで寝ましょう。おはようございます。今日は11月23日、今6時19分ですね。いやー、明るくなってまいりましたが、どんぐらい寝たのかな。なんか妙に寝つけなくてね。はい、ご飯買ったんだこれ。セブンイレブン厳選米、青さ海苔の佃煮。海苔の佃煮っていうのはなんでこんな美味しいんですかね。さあ、ちょっとこれを食べてそろそろ準備を始めるつもりですが、何個か忘れ物してるな。やっぱりまず椅子忘れた。それとちょっと明日のね、体験会、APS カップのね、神谷さんがやる体験会の手伝い行くんですけど、ブルズアイとかのあの狙う時のあの狙い方、あの紙忘れたな。まあなんとかなるでしょう。ということで、だいぶ明るくなってまいりました。さあ、今日も頑張って一日、今日も一日頑張りましょう。おー、はい、これはね、うちの車ですけど、もう明るくなりました、すっかり。うわ、月が見える。いいね、こういう月。ここはベースエクスチェンジさんなのかな。今よくうまく言えたな、さっぱらから。ベースエクスチェンジさん、ね、今日は弥生さんが主催。あー、こんなになってんだ。で、もう車が続々来てもさ、準備始めた方がいいんでしょうかね。で、しごっかな。こうなって、なんかフィールドじゃないこれ。フィールドは僕らのパラダイス。すげえな、ここで騒ぎあんのかな。あー、こんな感じになってんだね。から入ってきたんだ。全然わかんなかったよ。一応寒いんでしょうね、これ。そんなにでも寒さ感じないな。ここが入り口。
だと思われます。ずらっとこれから車が並ぶのかな。いやーでも本当ちょっとね道が分かんなくて絶対たどり着かないと思いましたよ。夜に来てしまったもんだからこの後、まあ、一応設営するわけですが、なんてのな、うわ、なんか懐かしいな、こういう感じ。よいしょ。はあ、わあ、そこに人が立ってくれてんだな。はあ、わあ、フィールドっぽい。ということで、そろそろ準備を始めたいと思いますよ。おー、ワールドフォトプレスオンバットマージンが来ましたよ。どうすか。さあ、コンバットマガジンさんが到着。あれ、車一緒なんだね。全く一緒なんです。大丈夫ですかね、これ。はい、よろしくお願いします。でかいっすね、フィールド。そうなんですよ。つってもよく知らないけど、おはようございます。かなり大きい、千葉並みですから、ね、今日お二人ですか。二人です。おお。なんか途中来る途中に自衛隊の演習場とかもあって。はい、おはようございます。おはようございます。飲んなくていいんですか。飲んなくていいの。これ取って大丈夫。取って大丈夫です。これ何、ここ使っていいの。うち、はい、大丈夫。え、このテントを使っていいの。面白い。テント、すげえ。机もいいのかな。机も大丈夫。マジっすか、ね、うん、うん、ありがとうございます、はい、適当にやろう。これ出しちゃってもいい。あ、なるほど、すいません、助かります。大丈夫ですか、はい、よろけてますけど。はい、はい、しゃべってもらっていいですか。あ、忙しいって。一個取れた。うん、大丈夫。すごくないですか。お、なんか来ましたよ、来ましたよ。え、なになに、自衛隊本物。すげえ、すげえな。本当に？だってすげえんだよ。市長も来たらしいから店に。あの、なんか声かけたんでしょ？フェイスブックに。議会議員さらっと言ってますけど、うん、そうでしょ。おお、なんか積んである。なんだなんだあれ。すげえな、雪山、雪装備だ、雪装備。バンバン写真撮ってる。ブースできましたよ。一応、こんな感じで集めてあるんです。はい、こんだけ集まることはまだない。いや、久しぶりですね。まあ、なんとか収まりましたね、これね。テーブル1個借りてよかったですということで、もう準備終了と。サバゲー始まったみたいですね。バギーが見えるよ、あそこ。10時になりました。すげえ暑いっす、今日は。おー、軍用車両が入っていきます。得意ナンバーだよ。じゃあ俺一緒だな、多分帰る。こうやって軍用車両がね。 OK でしょうか。はい、 OK です。ありがとうございます。いっぱい本当はいたんで、もっと撮りたかったんですが。おー、バイクですね。いい色です。すごい、入ってきますよ、続々と。はい、OK です。ミリタリービーグル協会というのがあって、に所属している方々が、おめでとうございます。続々
岐阜。お疲れ様です。ありがとうございます。今度なんだ。どんどん来るよ。どんどん来るよ。ねえ、どこだ。今度はどこだ。名古屋ナンバー。どうです。お疲れです。名古屋ナンバーですよ。キリがねえぞこれ。俺ブースにいなくていいのかな。ジープがどんどん帰ってきます。どんどん帰ってきます。どんどん帰ってきます。新潟ナンバー。新潟からですか。手を振ると振り返してくれますね、やっぱりね。小牧から。小牧なんだ今度。すごいねこれは。こういうのがね、どっか置いてあったんですね。入ってます。はい。みんな勝手に写真撮ったりできたらしいですよ。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、来ました来ました。はい、どうもです。新潟ナンバーです。新潟ナンバーです。気をつけて。すごいすごい新潟ナンバー。はい、ということでもう切り早いんでこれにしておきましょうかね。いろいろこういう車両がね展示されたということですね。これね、弥生賞、また来年もあるんでしょうかと言ってる間にまた来る。来年また来る。はい、のです。疲れです。気をつけて。おーすげーな。はい、でブースもね、こんな感じでこれずらっとなんか乗ってます。誰か乗ってます。出てるわけですよ。ということでね、このイベントにブースを出させていただきました。でそろそろ撤収かな。衣装2個目あれちょっと1回足んないじゃない。3つ目が綺麗に厚くて、うん、足んないね。1個かわいいでしょう。うん、消すよ。俺、うん、どうやっても無理だと思うね多分。あのメンズのお店にあるの。そうですか。いや、お疲れ様でしたね。まあ、まだ終わってねえけどね、うん、はい、もうちょっとなんですけど。第1回弥生賞ってことね、はい、841回目指すんでしょ。本当だ。1年で1回やったら841年で。養老サービスエリアで食事です。ちょっと養老とついここいつも泊まるんだな。味噌汁赤だしですね。飛騨牛牛丼結構贅沢。あ、甘いですね。甘だれ。何でしょうか。マグロのブーツが有名なんでしょうか。マグロ、うん、うまい。エビフリャーです。エビフリャー行っちゃおうかな。もう、うまい。ということでね、今ご飯食べております。本当はね、福井県の大野に着いてから、あ、今ね、福井県の大野に向かってるんですけどね、今日、明日、神谷由依さんのね、NBS カップの無料体験会というのがあるので、それのお手伝いに今向かっておりますが、ね、大野入ってからね、ご飯食べたかったんですけど、ちょっと時間がね、どう考えても多分10時過ぎてしまうんでね、今のうちに食べていこうと、ということで、ちょっと寄ってみました。はい、おはようございます。24日日曜日、福井県の大野市にいます。こちら弥生旅館さんというところでね、朝ごはんですね。あー美味しいね、味噌汁。これ里芋じゃないですか。うん、うまい。頑張りましょう。
ここがね、田島屋バルさんっていう、今日神谷さんのね、ABS カップ無料体験会やる場所、2階なんですね。割とでかいですよ。あのお店、料理屋さんの2階を借りてやっております。場所はね、もうすぐ目の前にあるのが大野駅、近いっしょ。見てください、この川、水の綺麗な町、それが大野です。で、そこがもう越前大野駅ってやつなのね。さあ、これから準備になりますね。はい、ね、これが駅です。ですので、もう駅から歩いて2、3分、そこ もはや駅前ですね、これね、まさにね、ということになっております。いや、雨降んなくてよかったですね。行きます。天空の醤油カツ丼、こんな感じでこのターゲットを使って体験会をしますと、まあ、距離は若干近くなるんですが、まあいいでしょう。こんな感じです。もう10人ぐらい来るらしいです。ホテル戻ってきましたというか、ホテル今日はね、サンレアというね、いつも泊まってるとこなんですけど、どうすかこれ。やばいでしょ、何これ、この美しさ。夕日浴びてんだなこれ多分。福井県の面白いね、こういうとこなんですね。いや、風邪ひきました。いや、昨日水分たっぷりとってね、寝て汗かいてだいぶ良くなってると思うんですけど、さあこれから東京にのんびり帰りたいと思います。今回もなんかいろいろ行く前はいろいろ大変だなと思いましたけど、まあまだ終わってないんだけどね、来てみると結局楽しいという感じなんだな。まあいろんなことありましたけど、まあとりあえず、東京に帰りたいと思います。風邪ひいてるみたいなんで、ちょうどいいですね、さっぱりしてね。